昨日八重宮司から手紙を受け取ったそうですが、何が書かれていたのですか？あ、すっかり忘れていた。どれどれ。ロールを上、贈呈式と記念撮影があると聞いて汝はさぞかし動揺し不安に駆られたことじゃろう。よもや汝がこれらの条件を受け入れた上にかような要求をしてくるとはな。汝のその勇気尊重するに値する。これらの書籍は渡墨島への少しばかりの気持ちじゃ。汝への贈り物でもあるゆえ気に入ってくれることを願う。さて、ここまで読んだ汝はさぞわらわの親切に感謝し、わらわに報いる機会を探しておることじゃろうな。実はその機会はもうすでに来ておるのじゃ。来月八重堂では娯楽小説の登場人物に扮した者たちがファンと交流するイベントを開催する予定でな。五郎は忍耐強い上美目秀麗じゃ。手伝いに来てはくれぬか。汝のためだけに仕立てたものをわらわが特別に用意してやろう。ちなみに女物じゃ。あの昭和の